ギャンブルに負け続けている方に情報パチンコパチスロ競馬などギャンブルで破産する前に手堅く収入を増やす方法を知りたい方は他にいませんかその具体的な方法を期間限定で無料公開中カウンタックを無断で売却横浜の修理工場元責任者を逮捕修理のため預かっていたランドルギーにイタリアのスーパーカーカウンタックを着服したとして鈴木書は22日業務上横領の疑いで逗子骨壺 無職の男46を逮捕した。逮捕容疑は、横浜市鈴木区池延町にある自動車修理工場の総責任者を務めていた2013年3月、都内に住む医師の男性42から預かっていた、カウンタック 25TH アニバーサリー1989年生時価2200万円相当を、中古車販売業者に1230万円で売却し、横領したとしている。同初の調べに対し、同容疑者は、 無断で売ったのは間違いない。家のローンがあったなどと供述、容疑を認めているネット上の声、そもそも何で売っちゃおうって思ったんだろもう、治らないみたいなんですよ。会社にしておきました。とか言って逃れる気だったのかなよくある言い訳で、後で返そうと思ったってのは。 車売っちゃったら無理なんだし、初めから返す気なかったね W。で、なんで今は無職なのバレないと思う発想に敬意。どう言い訳すれば、バレないと思ったのだろうかできれば聞きたいものです。他人の車って、そんなに簡単に売却できるの ?2 年も過ぎて逮捕なんか意味わからん。他にも転売してるんじゃないか小学生でもわかる犯罪だけど、2年以上かけて逮捕って途中経過はどうなってるのもしかして、本罪は別にあって カウンタック応料が余罪だけど、ネタとして面白いからお披露目ってこと